こんにちは、粟田洋介です。今日は12月31日2022年最後の日です。最近この楕円形のキャンバスを見つけて、でちょっと小さめのを買ってみたんですけど、今日はこれに絵を描いていこうと思います。それから絵を描くモチベーションを保つというお話をしていきたいと思います。明日は1月1日なんですが、今年の抱負は絵を描くことだっつって、それで実現できる人はいいんですけど、私の場合は抱負がどうのとか言って実際にやったことがないんですよ。まあそれは私がダメな人間だからっていうのもあるんですけど、私みたいな人間にとって抱負なんて後延ばしの理由に過ぎないんですよね。今年の抱負は何々することだって言って、1月1日だから今日は休みで、でまあ1月4日ぐらいから始めようって、1月4日ぐらいになったらもうやる気もなくなっちゃって、春になったらやろう、3月もう春じゃん、まだ寒いから暖くなったらやろう、で結局やらないんですね。で夏の自分の誕生日になったらやろうとかってやらない、芸術の秋だから秋に始めようってやらない、で冬になったら来年の抱負は何々することだって結局1年やらないみたいになっちゃうので、キリのいいいつから始めようじゃなくて、やろうと思ったら今やるべきなんですよね。他の人はどうかわかんないんですけど、私の場合はそれが一番いいような気がします。私の場合ずっと絵を描かなかったっていう期間が多分ないんじゃないかと思うんですけど、でもそれでも長い期間スランプに陥って、描いたものが満足できない、でなんか全然進まないみたいな、そういう期間があったんですが、それを乗り越えた時に気がついたんですが、絵を描くモチベーションみたいのっていうのはなんか勢いみたいな感じだなと思いました。例えばこうやって道があって車があって、で進んでいくじゃないですか。その時に車が一回止まっちゃうと、また走り直しですよね。この車を押して動かさなきゃないってことを考えた時に、車をこうやって押していかなきゃない時に、車が止まった状態だとすごい重いですよね。で、こうやって押していくんですけど、疲れてやめちゃう。で、また止まる。で、またちょっと押してやめちゃう。絵を描いてない状態ってこういうことなんですね。でもなんか毎日のように、毎日じゃなくてもいいけど、毎日のように絵を描いてたとしたら、1枚絵を描いて2枚絵を描いて加速がついてくるんですよね。そうすると加速がついたものに押すとすごいスーっていくじゃないですか。こんな感じで止まってた時は体全体でこうやって押していたのを、勢いがついてくると軽くチョンチョンチョンってやったらね、こうやって軽い力でいくらでも押していけちゃうので、押すことが楽になりますよね。絵を描くのも同じで、今日描いて明日描いて明後日も描いてってやっていくとね、まあ毎日無理でも今週描いて来週描いて再来週も描いてってやっていくと、なんか当たり前のように絵を描いていくし、最初は絵の具とかベトベトするものを用意して、ベトベトするものを使って、筆が汚れて洗ってパレットを洗ってあーってなってたのを、まずは鉛筆とか手軽なものから描いてって、今週描いた、来週描いた、再来週描いた、そろそろ絵の具が使いたいな、ベトベトしてても気にしないってね、そんな感じで勢いがつくと、ポン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 とね、モチベーションは途絶えなくなるんじゃないかと思います。これって絵描くだけじゃなくて、どんな習慣でも同じような気がします。キャンバスが乾いたら上から重ね書きしたいんですけど、キャンバスを早く乾かしたいので、ヘアドライヤーを使って乾かしていきます。絵の具が濡れた状態だと表面がテカテカなんですけど、ドライヤーをかけているうちに、そのテカテカだった部分がさーって曇っていくような感じになります。それで乾いたということがわかるので、触らなくても乾いたということがわかります。ちょっとこれ光ってるんですけど、この光沢はアクリル絵の具の光沢で、濡れている状態の時はもっとピカピカでした。今、重ね塗りして大丈夫なぐらいに乾き乾燥しているので、上から描いていこうと思います。
絵が完成しました。タイトルはオッドアイの猫を抱くオッドアイを持つ人です。特に意味はありません。絵を描きたいと思ったそのタイミングで絵を描き始めて、で勢いに乗って、で絵を描き続ける。そうすると絵を描くことが習慣になるんですけど、勢いが止まっちゃう時ってあるんですよね。例えばその勢いが障害物に当たったりとか、あとは急に坂道になったりとかで勢いが止まってしまう時があります。例えば失敗しちゃったとか、自分で満足いく絵が描けないとかね、そういうことがあると、やり直しやり直しやり直しでね、これでいいのかって悩んで勢いが止まっちゃったりすることがあります。なので私は自分で描いた作品には満足することにしています。満足いかなかったとしても、その作品で満足してしない部分もあれば、してる部分もあると思うので、満足する部分にも目を向けます。で、満足しなかった部分はどうしたら満足できるのか考えて、例えば今描いた絵なんですけど、なんかちょっと女性みたいなんですけど、男性の絵を描けばよかったな、失敗したなとか、猫一匹なんだけど、猫一匹にしないで、ああこれで男の絵を描いて自画像にして、うち猫2匹いるから猫2匹にすればよかったなとかね、そう思ったら、それでああってストップするんじゃなくて、これはこれで男性と2匹猫を持った絵が描きたかったら、次に男性が猫を2匹を持ってる絵を描けばいいんですよね。そうしたらこれに不満を持ってストップするんじゃなくて、やったー女の子の絵ができたって喜んで、それで次に男の子の絵を描こう、ね、猫を2匹描こうとかね、そうしたらストップしないで次のアイデアができるじゃないですか。そうしたらもう一枚描けるんです。それでも次から次へと勢いに乗って、それでその勢いは止まらないというわけです。今日は今年最後の絵を描きましたが、明日男と2匹の猫の絵を2021年初ペインティングで描こうと思います。年が明けました。改めて明けましておめでとうございます。今日はもう一つのキャンバスに男と猫2匹でしたっけ、今度は横向きに描こうかな。今日はちょっと明るい色を使いたい気分です。すごい天気がいいので外に出して乾燥させようと思います。描いた絵を誰にも見せないで一人で黙々と描き続けられる人ならいいんですけど、描いた絵を一枚も誰にも見せなかったとしたら、それはモチベーションが続かなくなる一つの原因になると思います。アートは非言語コミュニケーション、言葉を使わないコミュニケーションですね。絵を描いて表現したものを誰にも見せなかったら、ひたすら独り言を言っているようなものなんだなと、ある時私は思いました。その時アートっていうのは本当にコミュニケーションなんだなと実感しました。私が描いた絵で誰にも見せたことのない絵もたくさんあります。独り言を言うのはいいんですよ。ですがずっと独り言で誰とも会話をしなかったら、私の場合それはとても辛いことだと思います。なので描いた絵も人に見せるというのはモチベーションにつながるということです。
でも自分の作品に対して否定的な人にばかり見せていたら、それは会話をしてて言ったことを全部否定してくる人とお話をしているような感じで、そうなるとお話をするのが嫌になっちゃいますよね。他の方は知らないんですけど、私は嫌になります。なので、お話ししたい人っていうのは、話してて楽しい人ですよね。絵を見せるのも同じで、自分の作品を見て喜んでいただけると、モチベーションは上がります。全く会話と同じなんです。今は SNS なんかもあるので、多くの人に作品を見ていただける、とてもいい時代だと思います。ネットでは不特定多数の人が作品を見ることができるので、ネガティブなコメントとか、そういうのが嫌だなって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ネガティブなコメントなんて滅多につかないし、ついても気にする必要はないと思うんですよね。一匹ゴキブリが現れたら、100匹いるっていうじゃないですか。もしあなたの作品を見て、一人ゴキブリみたいな人が現れたら、もうすでに100人の方があなたの作品をいいと思っている証拠です。絵が完成しました。これは両手に猫を乗せた男というタイトルです。昨日描いた絵も顔が半分違う色で猫を持っているんですけど、2つとも違う感じの作品になりました。私にとってアート作りはライフワークです。勢いがついてたまにストップして、で困難を乗り越え、また走り始める。なんか人生山あり谷ありって感じですね。その山とか谷はアイデアだけじゃなくて技術的なことかもしれないし、その他のいろんなことかもしれないし、でもその困難を乗り越えることによって自分が成長していく、そのことに私はすごく喜びを感じます。でも私はその苦難苦労っていうのはあんま好きじゃなくて、できることならずっと勢いに乗ったまま自分が気に入った作品を描き続けられたら一番いいなと思っています。まあどんなことがモチベーションになるかは人によって違うと思うんですけど、これは私のモチベーションの保ち方です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録などいただけるとありがたいです。ということで今回は2023年の最初の動画でした。皆様今年もどうぞよろしくお願いいたします。それから2023年が皆様にとって素晴らしい年になるように願っております。長い動画最後までご覧いただきありがとうございます。ではまた次回の動画でお目にかかりましょう。さようなら。